引っ越しはマネージャーさんが8割やってくれました。とも明かす。タレントの井上咲楽が13日、新居への引っ越しが完了したことを、自身のインスタグラムで報告した。井上は、ついに、荻窪から引っ越しました。中央線に住んでそう。と言われすぎて、あえて避けていた中央線に住んでみようとふと思った2年前、高円寺、中野、阿佐ヶ谷など、いろいろ内見をして、荻窪にたどり着きましたと東京、荻窪に住んでいたことを明かす。そして、丸の内線も JR も使えて、商店街があって、生活に困らなそうだなくらいでしか思っていなかった、荻窪に思い出がたくさんできました。この仕事するには、遠くない？と、いろんな人に言われましたが、中央線に揺られながらのんびり帰るのがとっても好きでした。教会通り、素敵な商店街、近所の知り合いのお家に遊びに行ったり、かけがえのない2年間だったな。また必ず、中央線に戻ってきたいと強く思っています。ありがとう、荻窪。荻窪大好き。と、荻窪愛を綴っている。投稿では、引っ越しのため、荷造りする様子も公開。引っ越しはマネージャーさんが8割やってくれました。荷造りも、私が仕事でいない間にやってくださって、動画は、深夜から朝方にかけて、泊まり込みで一緒に作業してくれた時の動画です。同い年、同じ誕生日ということもあり、深夜のウキウキ感で楽しく作業できました。感謝の気持ちでいっぱいです。と、マネージャーへの感謝を記した。井上は2020年10月に、ツイッターで、中野にいそう、とたくさん言われました。逆にいなそうなところに住みたい、と、謎のひねくれ心で無理して、高級住宅街の広尾のプレハブに住んでみたりしたけど、やはり肌に合わず、ようやくいそうな中央線沿いに住むことになりました。いそうなところにいてすみません、と、中央線沿いへの引っ越しを明かしていた、エンカウント編集部。